はい皆様、こんばんは。本日もやってまいりました、水曜チュラチラ作戦のお時間でございます。この番組は、ギノワンシティ FM81.8MHz でお送りしております。他に、ネットでは、サイマルラジオから日本全国で聞くことができます。あと、リスンラジオでもですね、パソコンやスマホから日本全国で聞くことができます。この番組では、私コギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提起をし、 沖縄をより進めよくするための方法をです、ね、皆様ともに考えていく番組でございますさて先週の放送でこの番組のコンセプトのですね、まあ、説明を忘れてしまいまして大変申し訳ございませんでした、まあ、こちらにつきましては、ね、HK さんに免じてご容赦いただければ幸いでございます当番組の合言葉はですね、まあ、HK さんに免じてご容赦くださいとなっておりますので、まあ、こちらもですね、あのどうかご了解いただければというふうに思います さて、えー、先月になってしまうんですけども、もう5月入りましたので、先月になってしまいますが、えっと、先月22日にですね、えー、沖縄市の方で、沖縄で2番目に人口の多い沖縄市の方で、まあ、市長選挙が行われました。まあ、そこではですね、まあ、現職難の,の小林社長さんが、えー、新人の諸尾里広美候補を約1万5千票差のですね、まあ、大差で、えー、破って勝利いたしました。 まあ私もですね、えっと、加え姿政をあの、支援する、支持するものとしてしましてですね、まあ非常にこれはあの、嬉しい結果ではあるんですけども、ただちょっとあの、一つあの、懸念されるのがですね、まあこれからちょっとお話しする、まあ選挙違反とですね、それから今回、あの、加え陣営の方がですね、え、大差をつけて勝利したということでですね、あの、自民党の沖縄県連には邁進が生じてしまわないかどうかがちょっと心配です。まあちょっとあの、これとあの、深く関連があるかどうかはまだわからないんですけども、まあ、 ワン市から、あ車で、だいたい40分ぐらい行ったとで,ですね、え、富城市、え、那覇市のですね、隣の富城市ではですね、早くも、保守分裂の動きが出てきております。まあ、この保守分裂の動きにつきましてはですね、まだちょっとの原因につきましては、まあ、情報収集中ですので、あの、とも言えないんですけども、まあ、こちらがですね、え、11月に行われます、もしかしたらこれよりもですね、前出して行われる可能性も指摘しております、沖縄県知事選挙にですね、あの、 大きな悪い影響を与えてしまわないかどうかがちょっと心配されております。まあ、勝って株との押し目よではありませんけども、まあ、これにですね、どうかのを満身せずに、えー、11月に行われます知事選挙に向けてですね、えー、体制を整えていただければというふうに思っております。で、先ほど、まあ、沖縄市長選挙の方でですね、まあ、選挙違反が見られたということなんですけども、まあ、今回もですね、 ま、電柱に、えポスターをくくりつけるようなですね、まあ、行為が、両陣営とも見られました。これは、諸見タ陣営の方がですね、あの、私が確認した限りでは数が多かったんですけども、まあ、クワイ陣営の方もですね、ある有名な、え大議士がですね、ま、クワイさんの応援演説に来るということでですね、まあ、その応援演説の告知のですね、ポスターを電柱にくくりつけておりました。 一方、諸見立陣営の方もですね、まあ、待機児童をゼロにするですとか、箱物よりあの暮らしのですね、えー、そういったメッセージの書いたあポスターがですね、まあ、電池にくくりつけられてあったり、野立看板として立てられていたんですけども、まあ、こちらにつきましては、沖縄県の警官形成条例という条例に違反することになります。それと、あの、これはの、諸見立陣営に多く見られたんですけども、まあ、ここ時前の選挙運動、 これは公職選挙法129条違反です。まあ、公職選挙法につきましてはですね、まあ、これからちょっと公選法というふうにあの略称で呼ぶことにします。で、あと、まあ、名前入り、候補者の名前が書かれた上りバターを持って練り合うこと。こちらは公選法143条違反です。 それから、あの、公選法第141条では、選挙カーは1候補あたり1台というふうに決められてるんですけども、まあ、物見立つには物見事にですね、まあ、複数台の選挙カーを出して運動しておりました。で、あとこれあの、ボギーってドコンさんがですね、え動画を作ってあの指摘していたんですけども、18歳未満の ですね。子どもたちにま選挙運動に参加させたということがありました。諸ノメタ陣営の方で、こちらはまあ、公選法の第137条に違反する行為でございます。まあ、このようにですねあの子子どもたちをですね。えー 選挙運動の場に借り得られるということは、あの、公選法違反になりますし、まあ、諸見た陣営のひどいのは、まあ、この、ま、子供たちがですね、選挙運動に、え、参加していたところの動画をですね、まあ、子供たちが、あの、勝手に、あの、選挙運動の中に入ってきたよっていうふうに、あの、最初はですね、Facebook の動画で、え、紹介していたんですけども、これはあの、ボギーってとこのさんがですね、まあ、ご自身のツイキャスの方で、まあ、これは、あの、子供たちが参加、 自ら参加したのではなくて、えー、諸見立陣営のですね、まあ、選挙運動員の方がですね、まあ、子もたちにあの選挙運動させたいよっていうことを指摘しますと、その動画を、なんとこの諸見立陣営がですね、Facebook から削除してしまったんですね。別にやましいところがなければですね、まあ、動画をそのまま公開して、 し続けていれば良かったものをま削除したっていうことはですねやはりあのモノミ陣営の言い分が間違っていてテドコンさんのお説明の方がですね合っていたっていうふうにあの一般的には印象付けられるというふうに思います。私もまポ、あ、ギーさんとあの親しくしているかっていうわけではないんですけどもやはりどうもですね子供を 私もね、その動画を見たんですけども、どうも子供が自らですね、えー、諸水だとヒロミさんが演説しているところの前で,ですね、えー、モメめかもを踊り出すなんていうことは、あの、ありえないことだと思います。 見てみますと、まあ、幼稚園児からだいたい小学校のですね、まあ、低学年ぐらいの子供なんですけども、まあ、そういった子供たちがですね、えー、選挙の、演説をしているところの前でですね、まあ、かもめかもめを自ら踊り出すというのも不自然ですし、もしそれが本当だと、本当に子供たちが勝手に入ってきたとしたらですね、選挙運動員がそれを止めないといけないと思いますね。選挙運動員がその子供たちにですね、まあ、ここはあのー、 子供たちが入っちゃいけないとこだよっていうふうに制してですね、それの制止を聞くまではですね、一旦演説を中止するのが筋だと思います。それにもかかわらずですね、あの、この、モロメタとヒロミさんは演説を続けたっていうことでですね、私はあの、黒の可能性が極めて濃厚だなっていうふうに思います。そしてあの、モロメタと陣営がですね、やっていたことと言いましたら、 あの、諸見達ひろみさんっていう方がですね、あの、候補者だったんですけども、ひろみという下の名前がですね、ゴーひろみさんとあの、共通してるんですね。それをいいことに、このゴーひろみさんの大ヒット曲であります、えー、2億4千万の瞳という曲に乗せてですね、あの、諸見達さんが抱える公約をアピールした動画をですね、Facebook 上で流しておりました。 これおそらくはですね、あの、ゴーヒロミさんの許可を取っていないというふうに思うんですけども、もしこれゴーヒロミさんのですね、許可はなくですね、まあこういったふうに、あの、曲を利用することはですね、私いかがなものかなというふうに思います。まあゴーヒロミさんといえばですね、まあ、沖縄にも非常にゆかりのある方で、沖縄県の嘉手納町、まあカデ基地があります、嘉手納町のですね、まあ観光大使を務めていらっしゃいます。 その観光大使を務め郷ひろみさんがですね、今回のモノミタ陣営の行為に対してですね、まあご立腹をされて、もしその観光大使を降りるというようなこと、ようなことがあればですね、まあカデナ町ばかりか沖縄県にも非常に大打撃を与えてしまうのではないかなというふうに思います。まあこういったふうにですね、何も下の名前がひろみだからといってですね、何も有名人にあやかる必要は私ないと思います。 このギノワン市でもですね、2年前行われたあのギノワン市長選挙に、まあ、志村慶一郎さんという方が立候補されました。で、志村といえばですね、まあ、芸能人の中では志村健さんが有名なんですけれども、まあ、志村という名前がですね、その志村という志村健さんと共通しているからといってですね、なんとこの志村慶一郎さんの応援団がですね、バカ殿の格好をしての街を練り歩いたということがありました。 これはあの市民の方々がですね、あのバカにしてるのか、有権者はバカにしてるのかっていうふうにですね、まあ、非常にあの反感を招いたんですけども、まあ、今回のこの諸見里ひろみさんのですね、えー、件につきましても、私これ、えー、非常に票を減らすようになったのではないかなというふうに思います。では、あのー、お話の後半をですね、一曲流してからお話ししていきたいと思います。えー、今日流す曲はですね、本物の郷ーひろみさんの2億4000万の瞳です。 はい、えー、話の後半になりますけども、まあ、後半につきましてはまずですね、今回の沖縄市長選挙の投票率についてお話したいなというふうに思います。まあ、今回行われました沖縄市長選挙の投票率なんですけども、まあ、なんとあの史上最低のですね、47.27%とですね、50%を大きく下回ってしまったんですね。 まあ前回よりもですね、まあ10ポイント以上ものは下がったということでですね、まあ私非常にあの驚いてしまいました。先週の放送でもちらっと申し上げましたけども、まあ私この沖縄長選挙の期日前投票に行った時ですね、まあ結構多くの方が訪れておりまして、まあ沖縄市長、沖縄市役所のですね、まあ駐車場も、まあこれまでの期日前投票の時よりもですね、まあ車の台数が多かったということでですね、まあこれはちょっとあの今回、 投票率が高いのが期待されるのではないかなというふうに思っていたんですけれども、まあその期待とは裏腹の結果が出てしまったということでですね、まあ喜べ、こちらの投票率の方はですね、まあ喜べない、えー、結果になってしまいました。 ま、投票率が低いということでですね。ま、こもこれはですね。ま、沖縄の地方選挙に限ったわけではなくて、ま、全国的に見られる傾向ではあるんですけども、ま、投票率がなかなか上がらないということでですね。ま、いろいろ、お、選挙管理委員会も、の方もですね、ま、対策を練っているんですけども、私はもうこの選挙管理委員会のですね、対策にはですね、ま、ちょっとあの、限界があるのではないかなというふうに思います。ま、ここまであの、投票率低迷が続くようであればですね、ま、私も、 ここまで来たら、投票しない人には罰金を課すというようなですね、法律を国会で通すしかないなというふうに思っております。よく、あの、投票率を上げるためにですね、投票しない人からはですね、選挙権を取り上げたらいいのではないかなというふうに言っている方がいらっしゃるんですけども、私、これではですね、あまり効果は期待できないのではないかなというふうに思います。 と言いますのも、まあもともと選挙に行かない人がですね、まあ投票権を取り上げられたところで、あ、もうそれで自分は選挙行かなくていいんだ、ラッキーというふうなですね、まあそういったの開き直りをしてしまう可能性が高いかと、いうふうに思います。ですから、投票権を取り上げたところでですね、まあ投票率向上にはあまり寄与しないのではないかなというふうに思います。それよりも、私は投票しない人にはですね、罰金を科すべきだというふうに思います。 これはあの日本以外の国ではですね、例えばウルグアイとかキプロスといったところでですね、行われている政策になっております。で、あと先進国で言えばですね、オーストラリアとかベルギーといったところもでもですね、投票しない人には罰金を課すというようなですね、体制を整えております。 まあ、外国でもですね、こういった取り組みがあるのですから、ぜひともこういったところにですね、まあ見習って、まあ日本でも投票しない人には、あの、罰金を科すというようなですね、システムを整えるべきだというふうに思います。そして、そういったシステムを整えた以上ですね、何もあの、頭ごなしにですね、まあ投票に行けなかったから、もう事情もですね、何も聞かずに投票に行かなかった人から罰金を取るのではなくてですね、投票しやすい環境もですね、まあ作っていかなければならないのかなというふうに思います。 私はその、まあ、投票しやすい環境を作るためにはですね、まあ、地方選挙も、ま、期日前で、期日前投票できる期間をですね、まあ、2週間に延長するべきではないかなというふうに思います。先週もこの番組で申し上げましたけれども、まあ、国政選挙は大体、衆議院議員選挙であればですね、まあ、12日間から2週間ぐらい。で、参議院議員選挙であればですね、まあ、全国比例もあることもありまして、大体あの、半月以上ですね、期日前投票をすることができます。 そうなっても、例えばですね、まあ一週間ぐらい、まあ出張や、あの旅行等でですね、え、留守にすることがあっても、まあ期日前投票でですね、まあ投票日に投票に行けない方はですね、まあ期日前投票で示めされる可能性が極めて高くなります。ところが、まあ地方選挙の場合で言いますと、まあ人口規模の小さい町村になりましたら、この期日前投票は、6日か、5日間しか、 キースマイ投票5日間しか期間ありませんし、まあ、今回の沖縄市のですね、まあ、市長選挙のキースマイ投票の期間もですね、6日間と非常に短くなっておりました。まあ、沖縄市といえばですね、まあ、人口がだいたい14万人ぐらいいまして、有権者数は11万人弱おります。その11万人弱もいればですね、まあ、この6日間でですね、まあ、投票に行けないという人もですね、まあ、何名いてもおかしくないかなというふうに思います。 それなのに、投票に行けなかったから罰金を取るっていうのはですね、これはさすがに厳しいと思いますので、まあそういったシステムを整えたガツキはですね、まあ期日前投票できる期間をですね、まあ最低2週間設けるようにすべきかというふうに思います。で、そうなりますと、まあ選挙期間がですね、長くなってですね、お金のかかる選挙運動になるのではないかなというふうにですね、反論する方がいらっしゃるかと思うんですけども、いや、あの、さっきもですね、えー、 くれましたように、例えば、あの、選挙カーはですね、一人一台とまでと決められているのにもかかわらず、まあ、複数台も出している。それから、あっちこっち電柱にですね、あの、違法な、あポスターをくくりつけているっていうようなことをしてるからですね、お金がかかるわけであって、まあ、きちんとあの、公選法を守って選挙運動をしてれば、していればですね、確かにお金はかかるんですけども、今よりもずっとお金がかからなくなるのではないかなというふうに思います。 現に一昨年、えー、参議院議員選挙に出馬しましたボギー・テドコンさんのところに聞きますとですね、まあ、あの、お金はですね、えー、あまりかからなかったと、他の候補のですね、もう十分の一ぐらいしかお金がかからなかったというふうにあの、おっしゃっておりますし、あと、青山茂春さん、参議院議員の青山茂春さんもですね、まあ、選挙運動はしたんですけども、そんなに言われているほどお金がかからなかったというふうに言っております。 で、青山さんに至ってはですね、選挙に行いがかかるのはですね、あの、思い込みだっていうふうにですね、あの、おっしゃっておりましたけども、私もそうではないかなというふうに思います。で、あと、選挙期間が長くなるのがしんどいというのであればですね、あの、期日前投票できる期間の中でですね、選挙運動できる日をですね、限定すればいいのかなというふうに思います。例えば、街頭で演説できる選挙運動がですね、できる日を、まあ、一日おきにする、というようなことをやってみてはどうでしょうか。 で、2週間で1日起きですと、まあ、実質、街頭で演説できるのは1週間ということになりますので、今までとさほどですね、選挙期間が変わりません。で、その選挙運動ができる期間はですね、あの、期日前投票の初日に設定しまして、それから1日起きというふうにすればですね、まあ、政策、かかる政策ともですね、有権者に浸透しやすいのではないかなというふうに思います。それで、あの、 運動期間、あの、選挙運動ができない日につきましてはですね、まあ、キー前投票の、会場、まあ、沖縄市でした沖縄市役所だったんですけども、そこで、あの、テレビのモニターを流してですね、あ各候補者の、演説を流すですとか、あと、公開討論の番組を流す、好きに視聴できるようにしたりですとか、あと、チラシを配布するというようなことをすればですね、何も、あの、選挙運動期間、 選挙の期日をですね検定したからといって政策は有権者に浸透しないということはないかなというふうに思います私が以上申し上げたことをやればですねまあ、投票率は上がっていくのではないかなと思ったんですけどもいかがでしょうか で、あと、今回、沖縄市の市長選挙で私、私気になりましたのが、諸見里博美さんが、しきりにですね、まあ、1人、1万人アリーナ、これ現在の沖縄市での建設が積んでいる、まあ、小林市長のですね、えー、まあ、強い思いもあって進んでいる、まあ、1万人アリーナについてなんですけども、これが、あの、防衛予算で作られていると、まあ、公開討論場で、しきりに批判していたんですね。私、この批判,批判を聞いてですね、まあ、ちょっと的外れなことを言っているなというふうに思います。 そもそも、あの、防衛予算で作られていることが一体何がいけないのでしょうか私はですね、まあ何もですね、あの、不正な方法、例えばあの、贈賄ですとか収賄とかでですね、まあ、やったのではなければ、別にあの、防衛予算をつく使ってですね、まあ公共施設を作ってもいいのではないかなというふうに思います。 沖縄には、あの、一括交付金がありますけれども、その交付金はですね、沖縄県で、あの、使い道は、独自に定められるというところもありますので、何も、あの、こちら、防衛予算をですね、何も、あの、国防に限定することはないのではないかなというふうに思います。で、あと、諸文里ヒロミさんはですね、1万人アリーナの建設自体に反対していたんですけれども、この1万人アリーナの建設自体に反対するのであればですね、何も予算の出コですね、公開討論の場でねちねち、 批判しなななくても私ははいいいいいのではないかなという,ふうに思います建設そのものに反対であればですね、えー、その建設の予算の出所についてですね、あれこれ言う必要はないかなというふうに思います。で、あと、仮にこの1万人アリーナをですね、防衛予算であの作ることがけしからんという理由がですね、防衛予算を使っていることだというふうにあの言ってもですね、 じゃあ、この諸見里ひろみさんは、同じ防衛予算で建設された那覇市にあります沖縄セルラースタジアムの中でですね、半吉集会を開くことに対して何の意義も唱えてないんですね。まあ、防衛予算であの、箱物を作るのがけしからんというのであればですね、まあ、私はこの沖縄セルラースタジアムをですね、半吉集会に使うのはですね、やめた方がいいのではないかなというふうに思います。これは非常にあの、言っていることが矛盾していることではないでしょうか。 それに、まあ、一昨年行われ、一昨年6月に行われました、えー、沖縄セルダースタジアム、中で行われました、反、ま、旗、あ、集会。まあ、これはですね、まあ、当時20歳のウルマ市大臣の女性がですね、元米海兵隊員に殺された事件の追悼集会だっていうふうに銘打ってたんですけども、実質は反旗集会でした。そういった集会をですね、がですねなんとあの、この沖縄セルダースタジアム、中で行われていたばかりか、その日、 最初はですね、まあ、高校野球の予選大会がですね、まあ、沖縄セルラースタジアムの中で開催される予定だったんですけども、その高校野球のですね、大会のですね、えー、開催場所は変更してまで行っていたんですね。これに対して私、あの、いろいろ調べてみたところ、諸水田とひらみさんは、これに対して何の批判も加えておりませんでした。だから、諸水田とひらみさんがですね、今回1万人アリーナが防衛予算で作られるのは消しからんというのをですね、まあ、数値違いではない、数値違いではないのかなというふうに思います。 で、森美里弘美さん、今回落選しましたけれども、まあ、彼女と、志を同じくする勢力がで,ですね、勢力がですね、まだ、あの、沖縄市議会に、まあ、議員としては残っておりますから、同じような批判が出てくるのではないかなというふうに思います。もしこのような批判が出てきたらですね、それは、あの、決して、矛盾しているというふうにですね、まあ、声を上げていただければ幸いでございます。それでは、今週もですね、まあ、今週もですね、早いもので時間となってしまいました。えー、来週も、 水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。皆様、良いゴールデンウィークをお過ごしください。ご健う。